サーマンは名古屋で頑張ってるんだよ。そうでした、そうでした。今日はね、第一声の方にサーマン駆けつけています、はい、ということで、私たちは今日ハマスタから3人で、はい、ここ海浜幕張駅を盛り上げにやってきました。よろしくお願いします。ということで、たくさんの方にお集まりいただいたということで、私たち今日とってもね、やりたいことがあるんだよね。やりたいこと、やりたいこと、もちろんあれですよ、ハマスタではおなじみとなりましたハッピースタマスを一緒に踊っていきたいなと思います。やったー。いや、だってね、明日、そして今日もね、今日からのオールスター、はい、明日はなんとドドマリンスタジアムでオールスターがあるということで、プロ野球界のファンの皆さんがこんなにたくさん集まってるもんね。はい、そうなんなので、今日は球団の垣根を越えて、はい、ベースボールが大好きな皆さんと一緒に踊っていきたいなと思います。はい、UNA ベイスターズのファンの方はもちろんご存知ですよね。ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひ一緒に楽しんで踊っていきましょう。はい、ということで、皆さん野球を愛していますか？イエーイ、ありがとうございます。ということは一緒に踊ってくれますか？イエーイ、ありがとうございます。それでは一つだけポイントをレクチャーしたいと思います。はい、ま、曲中の中に、うんうんうん、ハートマークを作るところがあるんですけど、そうなんです、好きです。ベースボールの掛け声に合わせて頭の上でハートマークを作って横に倒します。キララちゃんの真似をしてください。ぜひ一緒に真似してください。ベースボールの B を一緒に作ってください。一度やってみますね。いきます、せーの、好きです。ベースボール、あ、完璧です、バッチリです、ありがとうございます。それでは音楽踊ってみましょう。ベースボールラブソング、ハッピースターダンス、ミュージックスタート。さあ、最初は空を揺れさします。ありがとうございます。皆さん、ハートハートいきますよ。ガールズユニットディアナと TV でした。夢に、年に一度の夢の祭典オールスターゲーム、一緒に盛り上がっ好きです。ベースボール。